こんにちは、レオックの三浦です。今回は、シューズクロークを見ていただきます。こちらは築35年の、住宅をリノベーションしました。そして以前はですね、こちらに小さな下駄箱がありました。だいたい20足前後の靴が入っておりました。で、今回リノベーションをするときにですね、畳半畳分ぐらいのシューズクロークを作りました。では中を見ていただきます。可動棚を今、だいたい10段ぐらいつけれるんですが、これによって靴もだいたい50足ぐらい入ることができます。で、手前の方はかなりスペースがありますので、まあ、掃除道具だとか、例えばお子さんが小さいと、ベビーカーをしまったり、そういったことができます。そして普段は扉を閉めると玄関がすっきりと片付くというふうになります。まあ、このようにリフォームリノベーションのヒントがたくさんありますので、ぜひこちらをご覧ください。